こんばんは、シュペテレックスと申します。コーチをやってます。あなたの恐怖は何ですか？あなたの恐怖は何ですか？まあちょっと最初はちょっと恐怖について語りたいと思います。で、人間なんですけれども、まあ人類なんですね。3つの恐怖が、1番、2番と3番の恐怖といったら、一番やばいの恐怖はパブリックスピーキングですね。つまり演説するですね。人が入れて、受賞者が行って、で自分が何かを話す、演説するですね。でこれは一番怖いらしくて、2番目は死ぬことです。3番目は雲、虫の雲ですね。結構怖いだから、もう自分も気持ち悪いから、もう自分も雲恐怖症の人だから、ちょっと、この辺では、その気持ちが分かります。で、実際はですね、実際、人は生まれた月には2つの恐怖しか持ってないんですね。その恐怖は1番目だったら、高いところから落ちる恐怖と、音がうるさい恐怖、この2つだけですね。その以外の恐怖は、自分が生まれて、でそこからもう習った恐怖ですね。でそれも習慣性になった恐怖ですけれども、でどうして今はその恐怖というの話をやってますかって。実際はその恐怖は、人類の最大の敵ですね。個人の夢を壊すの敵です。殺し屋さん、夢の殺し屋さんですね。恐怖はどちらかというと、恐怖に追われる人は動かないですね。行動に移さないんですね。その行動に移さない限りには人は成長しないんですね。いくら勉強しても行動に移さない限りには、その恐怖がある限りには成長はできないんですね。これをちょっと一回覚えてください。で、そうですね、恐怖なんですけれども、どうやってその恐怖を克服できるかというと、例えばパブリックスピーキングの恐怖なんですけれども、最初はどっちかというと、ちょっと小さいのステップをやったら、もう一歩一歩ずつで動いたらいいだと思います。もう最初は例えば、Facebook ライブで家でやって、ちょっとその楽しいのことを語って、あとはちょっとその自分のつまらないの話題について何か語って、あとはもうだんだんどっかに出て、ブログするですね。ブロギングするんですね。で、後では人の前で演説するですね。例えば自分の知り合いはマックに行って、で向こうはダイエットのちょっと小さいの演説したんですね。マックの中でダイエットのことを語ったんですね。もう2分ぐらいですけれども、その時にはゴムのバンドなんですけれどもね、人間のその恐怖ゾーンなんですけれども、これはそのゴムのバンドみたいですね。どちらかというと、そのゴムのバンドはもうだんだん引っ張ったりすると、それをもっと引っ張らない限りには、キュッとリバウンドになるんで、だからもっとキュッ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 引っ張って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 、でそれを破れる時にはもう何でもいいです。本当にそのゴムが破らない限り、その恐怖はまだあるということですね。だからみんなは失敗の恐怖とか、
何ちらか、まあ、例えば人に、まあ、なんかチャージされるの恐怖ですね。人をチャージさせるの恐怖というのは金を取るんですね。自分のサービスしてその金をもらうの恐怖ですね。結構ありますね。またはもうなんかやって人に化かされたりとか、まあ、その恐怖ですね。まあ、例えば演説するときですね。でどちらかというと一番いいのは その恐怖と直接に会ってもう対面して、で その対面した時にはもう一番最悪のやつをもう最初でもうその最悪の経験が 最初であったらあとは簡単になります。最初は最悪の経験だったらあとはもうその恐怖は完全になくなります。その恐怖がなくなったらもう自分が自由だから何でもできます。それを試してやってください。今はちょっとみんなをチャレンジもうさせたいと思います。でみんなは今どんな恐怖を持ってるかというとちょっとそれを下のコメント欄で書いてください。でその恐怖なんですけれども明日にもちょっと明日の動画なんですけれどもそこでもちょっとそのもう書きたい人はその恐怖をまあどうやって克服できるかってそれちょっと具体的な方法を教えます。でそこでまあ、1ヶ月じゃなくてもう最初1週間でその恐怖に向き合って克服しましょう。この動画をご覧いただき誠にありがとうございます。もしこの内容を気に入れたら高評価のボタンをお願いいたします。またはその同じの価値のあるの動画を見たいなら登録もお願いいたします。さらにこう金が入ってるなんですけれどもこういうの変ですけれども、でそこでその金を押したりするとノティフィケーションですけれども自分がいつを動画するアップロードするかってそれもイメールをもらって、でそこですぐに見れるようになります。それももしよかったらよろしくお願いいたします。さらにこうどんな動画を上げたらいいかとか、もう何かこの動画についての意見があるかとか、まあもう何でもいいですけれども下のコーランでご記入をお願いいたします。それでは自分に嘘をつけないで、そして自分の情熱をたどって